どうも、キッシーです。こんばんは。今回の動画は非常に短くなっております。皆さん、お待たせいたしました。待ってないのかもしれません。僕だけが待っていたのかもしれません。ついにこの日が来ました。そう、今日から薄毛治療が開始いたします。ということで、今日から開始いたします。で、実際にやる内容、言える範囲で言いますけども、薬を飲みます。フィナステリドとミノキシジル。フィナステリドは1ミリ。ミノキシジルは体の具合に合わせてなんですけれども、2.5 ミリか5ミリを毎日体調が優れている時に服用していって、観察してどうなってるかっていうのをこれから皆さんにお見せできればなと思っております。本当に今日からです。本当に新年早々、非常に喜ばしいことでございますが、ただね、ここからおそらく僕も調べたんですけれども、ミノキシジルに関して初期脱毛が始まると言われております。ですので少しまた今の状況から薄くなる可能性がありますので、その様子なんかもお見せできればなと思います。で、現状今の状況、これはね、まあ、シャワー浴びてから1日経って、しかもバイト中ね、こういう帽子をずっとかぶって十何時間働いておりました。で、まあちょっと油切ってるというか、髪の毛の方も少しスカスカに見える感じにはなっておりますが、こっからシャワーを浴びて寝るっていう感じになります。で、服用するタイミングはね、毎朝取りたいなと思っております。まあそんなちょっとご報告でございました。ということで、まあほぼ1月頭なんですけれども、ちょうど半年ってなると6月ぐらいですかね、お目処にどんな感じになってるかっていうご報告ができると思いますし、随時また気になることがあったらご報告をさせていただきたいと思います。ちょっと短い動画ではございますが、今後の僕にご期待ください。ということで、以上キッシーでした。一応ちなみになんですけれども、某クリニックさんにお世話になる形になっております。このまま生えないとなると非常に心苦しいというか、本当に申し訳ない感じになってしまうので、ちょっと頑張りたいと思っております。頑張ります。